藤沢の魅力って何ですか？そうですね、やっぱり綺麗な海があるところ、あと江ノ島っていう素晴らしい観光地があるところ、あと過ごしやすい気候、緑もたくさんあるし美味しい食べ物もありますよね。あと地元で採れる野菜や果物もたくさんありますし、あと市民の方の優しくて温かい人柄もいいし、あと江ノ電も走ってるし、あと歴史を感じることもできますよね。あとのんびりとした雰囲気も大好きです。このような地域が持つ様々な魅力やイメージを効果的に継続的にアピールし、地域を持続的に活性化させる取り組みをシティプロモーションと言います。今回は藤沢市のシティプロモーションについてお知らせします。いいね。今回はまず鈴木市長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。早速なんですが、今藤沢市が進めているシティプロモーションとはどのような取り組みですか？そうですね、シティプロモーションというのは都市の価値、イメージを高めるための取り組みだと思っております。最近は様々な自治体でこのような取り組みが行われているところでございます。例えば他の自治体では具体的にどのようなことが行われているんですか？熊本県で行われているくまモン、ゆるキャラでございますけれども、あるいは香川県では県の名前を、うどん県と、していると、こういった取り組みが、行われているところでございます。では鈴木市長は藤沢市をどのような町だと感じておられますか？はい、藤沢はとっても、魅力がたくさん、詰まっている、町であると思っております。歴史や文化、自然といったことも、もちろん、ありますし、たくさんこうありすぎて困るなという部分もあるんですけれども、ただ皆さんの意見を聞きながらぜひね、藤沢の、価値を高めていく、そういったプロモーションができればと、こんなふうに思っております。ではそんな中でこのシティプロモーションどのように進めていこうとお考えですか？そうですね、まず藤沢の、良さ、価値、資源というものをまず市民の皆様が実感をしていただき、そしてみんなでですね、共感を高めながら、そして他のね、いろんな周りの人、県外やあるいは国外の人にもね、藤沢の良さを分かっていただいて、その存在感をね、高めていきたいと。これによって兄弟あふれる藤沢を作っていければと、こんなふうに思っております。ではこの取り組みは今どのくらい進んでいるんですか？そうですね、10月から、藤沢盛り上げ隊、準備会というものを発足いたしました。これは関係団体の皆様、市民団体の皆様、あるいは市の職員の皆様方に集まっていただいて、月に1回ねミーティングを開いて、いろいろ藤沢の魅力を皆さんで意見を出し合っているところです。また11月からは、いいね藤沢大作戦ということで、いろいろまたご意見をいただくための、スタートをね切ったところでございます。いいね。シティプロモーションは2つのステップで進めていきます。ステップ1では関係団体、市民団体などで構成するシティプロモーションの準備組織、藤沢盛り上げ隊準備会を立ち上げます。藤沢盛り上げ隊準備会とはどのような組織なんですか？はい、藤沢盛り上げ隊準備会は、関係団体、市民団体、大学、あと市の職員で構成されておりまして、毎月1回ですね、ミーティングを開催して、熱い議論を交わしながらですね、進めております。毎月ミーティングが行われているんですね。はい、では例えばそこではどのようなことが検討されているんですか？そうですね、藤沢が、どんな町なのか、あとは藤沢の魅力って何なのかというところをですね、中心にいたしまして、藤沢ならではの、シティプロモーションについて、これから進めていくことについてですね、検討している状況です。この藤沢盛り上げ隊準備会は推進方針、方法、コンセプトなどの元となる案を検討、
さらにいいね藤沢大作戦としてアンケート調査いいね藤沢アンケートや藤沢の魅力を募集するいいね藤沢一押し募集、市民ワークショップいいね藤沢ミーティングといった3つの方法で藤沢市の魅力や誇り、独自性や藤沢らしさを発掘していきます。この情報はですね、はい、広報藤沢ですとか市のホームページに掲載されておりますので、そちらでご確認いただければと思います。そしてもう本当にですね、素晴らしい企画だと思いますので、はい、ぜひ皆様参加していただければなというふうに思っております。そのいいね藤沢ミーティングが近々開催されるんですよね。はい、じゃあちょっと詳しいことを教えていただけますか。そうですね、いいね藤沢ミーティングはですね、藤沢のイメージですとか魅力をですね、はい、皆様に集まっていただいて語り合っていただくワークショップなんですけれども、12月のですね7日と12月の14日ですね、はい、こちらの2日間、午後5時から7時までですね、市役所の方で開催をいたします。18歳以上の方でしたらどなたでも参加できるようになっております。ではいいね藤沢ミーティングに参加したいなと思ったらどうしたらいいですか。はい、特にですね事前のお申し込みはございませんので直接会場にお越しいただければと思います。あ、そうなんですね、はい、ではよかったら市民の皆さんにぜひ一言お願いします。はい、いいね藤沢ミーティングはですね本当藤沢についてですね皆さんに楽しく語り合っていただく場です。少しでもですねご興味をお持ちの方は企画制作課の方にお問い合わせいただければ詳しく説明させていただきます。ぜひともですね一緒になってですね楽しみながらですねやっていきたいと思いますので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。これらステップ1の取り組みを今年度いっぱいかけて実施し、ステップ2は来年度の取り組みとなります。いいね。ではステップ2はどんな取り組みなんですか。はい、ステップ2はですね、藤沢盛り上げ隊準備会をですね発展させた組織、藤沢盛り上げ隊を設置いたします。あ、今は藤沢盛り上げ隊準備会ですもんね。そうですね。ではその後はどうなるんですか。はい、その藤沢盛り上げ隊で、推進方針、方法、コンセプトをですね、策定していきます。あれ、準備会では何をしていたんでしたっけ。推進方針、方法、コンセプトの素案を検討しています。素案は、なるほど、はい、その他ステップ2では藤沢の魅力を積極的に市内や市外に発信していくために市民サポーターズクラブ括弧仮称を設立運営します。いいね。ではこのシティプロモーションでこれから藤沢市はどのようになっていくんですか。はい、藤沢市がですね、これまで以上に注目され、市民の皆様も藤沢のことをもっと好きになって、住み続けたい気持ちが高まってですね、そして誇りを持って自慢できるような街になっていくことを期待しています。また地元の産業ですとか、商店街、市街地などもですね、さらに活気にあふれるような形になってですね、市外の方々から行ってみたい、住んでみたいというような感じで、羨ましがられるような街になっていくことを期待しています。そうですね、はい、この取り組みを通じて市民の方にもまた市外の方にもどんどん魅力を伝えていけたらいいですよね。そうですね。いいね。では最後に市長から市民の皆さんへ一言お願いいたします。はい、今年度から、プロモーション、始まった、ところで、ございます。まだ始まった、ばかりではございますけれども、このプロモーションをぜひ市民の皆さんと、一緒に、藤沢の魅力を発信をして、湘南の元気都市を、作っていければとこのように思っているところで、ございます。いいね藤沢大作戦、スタートをいたしました。ぜひ皆さんどんどんこうご意見をお寄せをいただけることをお願いいたしまして、私からのお話にしたいと思います。ありがとうございました。